どうも皆さんこんにちは、和田二郎でございます。和田チャンネルのみ散歩をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よかったらですね、チャンネル登録、そして高評価、さらには動画が更新されるとお知らせが届く通知設定、ベルマークの方よろしくお願いいたします。さて、今私はですね、夜勤明けの朝早い時間帯に神奈川県の西部にある湯河原という温泉街へとやってきております。この町でですね、朝早くから夜勤明けに飲み食いさせていただこうと考えているわけであります。夜勤明けというとね、前々回の動画で神奈川県小田原市の早川漁港で朝から飲み食いさせていただいたんですけれども、今回はその第2弾って感じですかね。夜勤を終えて湯河原駅に到着したのがだいたい午前7時ぐらいでしたね。天気も良かったんでね、いい感じの朝焼けを拝むことができましたよ。湯河原といってもピンとこない方のためにちょっと簡単にご説明しておきますと、湯河原は神奈川県西部にある温泉街になります。相模湾から山あいに沿って伸びた結構奥行きのある温泉街ですね。全然関係ない話なんですけどもね、湯河原駅のホームのベンチにはね、座布団が敷かれてましたよ。いや、寒い冬にはありがたい、もう素晴らしいサービスですよね。これ電車の路線図でいうとこんな感じになります。私の住んでいる静岡県熱海市の隣の駅になります。つまりですね、私が夜勤で働いている小田原から自宅に戻る途中にあるわけですね。今回はですね、この湯河原の町で朝7時から営業しているお店をアポなしで訪れてみたいと思います。その目指しているお店への道はすごい分かりやすくて、駅前の道路を左手に向かってずんずん歩いていけば到着します。簡単な地図を使ってご説明しますと、この矢印の方向へ向かって歩いていきます。それじゃあお店を目指して歩いていきますか。だいたい7、8分ぐらいですかね。ずっと歩いていくと朝ラーメンとかですね、朝カレーと書かれたのぼりが見えてきます。そこが目的地です。これがその上りになります。目立つんでね、すぐわかると思います。そしてその上りが出ているお店が、今回お邪魔しようと思っている幸せ中華そば食堂ニコリさんであります。朝7時から21時までね、通しで営業されてるんですけれども、7時から11時は朝営業というスタイルになってるみたいですね。幸せ中華そば食堂ニコリさんの場所はだいたいこの辺りになります。それではお邪魔いたします。アポなしの取材だったんですけれども、お店の方が私の動画をね、見たことがあるらしくて、すんなり撮影を OK していただきました。お忙しい中ありがとうございます。店内はね、こんな感じになってます。カウンターとテーブルがあってね、結構広いんですね。そして綺麗です。こちらが奥側から見た店内風景になります。テラス席もあるんですね。そしてテラス席はペット同伴も OK なんだそうですね。そしてこちらのお店はですね、あの有名なラーメン飯田商店さんの姉妹店になります。こちらが朝営業のメニューになります。アルコール類もあります。朝営業ではね、ちょっと軽めの盛りの中華そばもあるみたいですね。これありがたいですね。つけそばも朝から食べられるそうです。お
子様向けのラーメンもあるんですね。テイクアウトのメニューもね、いろいろあるみたいでした。こちらが通常営業のメニューになります。基本的に朝営業も通常営業も麺類のメニューはほぼ同じで、通常営業だとサイドメニューが増えるみたいですね。麻婆豆腐とかホルモンとかね、結構魅力的ですね。はい、どうも、最初に頼んだお酒は生ビールのショーでございます。新年一発目の乾杯ですね。今年もよろしくお願いいたします。あ、来ましたね、餃子。最初に頼んだのは手作り餃子です。3個から頼めるっていうのがありがたいですよね。ちなみにラー油も自家製になります。嬉しいですね、これね。ラー油大好きなんでね、たっぷりつけさせていただきました。結構具沢山ですよね、この餃子。餃子うまいっすね、これ。いや、なんか結構パワフルですね、こう具が、具がすごい入ってる、続きましては唐揚げ香味ソースハーフサイズをいただきました。唐揚げにしろ、さっきの餃子にしろ、小さなサイズがね、用意されてるのは本当ありがたいですよね。こちらのお店では麺類からサイドメニューに至るまで全ての料理がね、無加調で作られているそうです。まあ私はね、化学調味料どんと来いってタイプの人間なんですけどもね、こちらの無加調の唐揚げ、これ非常に美味しかったですね。いや、無加調って優しくてね、豊かな味わいがするもんなんですね。いや、うまかったです。生ビールの後は緑茶ハイにチェンジしました。モーニング唐揚げもいいですね。まあ夜勤明けの私にとってはね、仕事終わりに食べる唐揚げなんですけれどもね、こちらの無加調の香味ソースがね、とっても美味しくてね、なんか貧乏臭くて申し訳ないんですけども、ソースをなめなめしながらお酒をいただきました。続いて頼んだお酒がこちらになります。次の一杯はフリージングハイボールでございます。日課ウイスキーさんから出てる氷点下のハイボールでございます。食べ物の方はね、人気メニューのスパイスカレー、その小サイズをいただきました。カレーのお肉はポークになります。とにかくね、スパイス類の香りが素晴らしいんですよ。奥に映ってる黄色いやつはアチャールというインドのお漬物です。美味しいです。
これはラーメン屋さんのカレーじゃないですね。いやいや、一応ホールサイズから砕いて。ああ、ホールから砕いてるんですか。ああ、サイズ増して。はあ、そこからカレーさんほど本格的じゃないですけど。いや、十分本格的だと思いますよこれ。まあ締めにはね、当然中華そばをいただこうと思ってたんですが、普通の中華そばにするべきか背脂中華そばにすべきか迷っちゃったんですよね。それでね、お店の方にちょっと質問してみました。初めてのお客様には背脂なしをおすすめしております。あ、そうなんですか。はい、はい、当店のさっぱりした、さっぱりした、はい、なるほどね、体にスープを召し上がっていただいてます。はぁ、あ、はぁ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 、やっぱり味の好みがありますので、比較的あっさりしすぎって方もいらっしゃいます。あ、こっちだ。え、うん、すごく本当にさっぱりなんです。はぁ、あ、はぁ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 、なるほど。そういう方には好みを聞いて背脂をおすすめします。はいはいはい。お酒はウーロンハイを注文しました。まあやっぱり最後はこれになりますかね。私が頼んだのは背脂が入っていないあっさりとした中華そばでございます。見た目も美しいですしね、これはうまそうですね。朝からね、よく食べてよく飲みました。ちょっとさすがに食べ過ぎてね、スープをちょっと残してしまったんですけれども、申し訳ありません。餃子や唐揚げやカレーもね、小さなサイズを頼んだんだからね、中華そばも7割中華そば頼めばよかったですね。いや、ほんとすんませんです。反省してます。どうも、ごちそうさまでした。ありがとうございます。どうも、美味しかったです。どうもごちそうさま。ありがとうございました。いや、幸せ中華そば食堂ニコリさん、素晴らしかったですね。餃子に始まり、唐揚げ、カレーに中華そば、どれもね、とても美味しかったですね。やっぱりね、無課長っていうこともありまして、優しくてさっぱりしていながら豊かな味わいといいますか、大変美味しかったです。いや、夜勤明けにね、ものすごく贅沢なものをいただいちゃいましたよ。本当ごちそうさまでした。美味しかったです。そしてね、お忙しい中取材させていただきましてありがとうございました。今回の動画はこれにて終了となります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。それではまたどこかのお店でお会いしましょう。さようなら。